はい、どうもこんにちは、タナマルと申します。今回は視聴者の方から送られてきたシャドーバースのクイズを答えていこうと思います。シャドーバースドキ生シャテックイズやっていきましょう。回答の制限時間は1分、分かりました。スマホで測りましょう。画像が出てくるから回答してね。ヒントなしで正解したら5ポイント、ヒントありで正解したら1ポイントもらえるよ。最後の5問ある高難易度問題は通常点プラス3点のボーナス付き。問題数は全部で15問。カードの回答は役所でも OK、 他のカードでも当てはまるものはなし。青の反逆者テトラだったらテトラで OK、 モロの妹機械の女はダメ。さすがに新しい方のアルベール、古い方のアルベールまでは聞かないってことか。でも複数のキャラにまたがるような名前はダメと。分かりました。リスクがないとつまらないよねって。いや、リスクいらないのよ別に。僕クイズ解きたいだけだからさ、リスクなくてもいいのよ。そう、罰ゲーム、もしもう40点未満だったら、次の配信で罰ゲームをみんなで決めようね。分かりました。覚悟して進んでいきますのでよろしくお願いします。ではクイズスタート。第1問の前に練習問題があるよ。ありがてえ。なるほど。俺はなかなか引き締まったいい足でございますけどもね。いやでも確かにゴブリンもちゃんと足見たことなかったからこんな感じになってるんだ。勉強になりました。正解はゴブリンでございます。1ターン目で出てきて2ターン目で飛ぶ。あ、トラウマが。やめろやめろやめろ。じゃあこっからはもう本題かな、行きましょう。あ、まだ正解があったわ。ゴブリンありがとうございます。じゃあ早速行きましょうか。第1問。これはね、ちょっとスピンでかエンデアかなって思ったんだけど、多分周りにアーティファクトいないし、これ髪が紫っぽいんで多分エンデアだと思います。新しい方なんじゃないかな、わかんないけど、エンデアだけでいいんだよね。これはエンデア。おー、エンデアありがとうございます。これ新しい方、古い方、どっちだこれ。これどっちだ、エンデア調べちゃう。あ、違う、これあれだ、トークンスペルだ。そうなんだ、へえ。すごいマニアックなところから出してきたな。まあ、エンデアは正解なんで、よしとしましょう。これで5ポイントゲットです。次、行きましょう。じゃん。これは、あれよ。待って、名前が出てこない。なんだっけ、ダラミア、ダラミアだ、ダラミア。そう。ツイッターの TL でよく、リーシュンだとね、イチャコラしてるところが挙げられてますけども、これは、ナラミアさんですね。あぶねえ、名前がね、出てこなかったんよ。AF には欠かせないね、そうだね、もうね、AF がついちゃったからね、属性に。ナラミア、ありがとうございます。これで10ポイントですね。ありがとうございます。次行きましょう。これクオンでしょ。これ、ね、生じゃないし、全然生じゃないし、隠れまくっとるやんけ。これクオンでしょ、さすがに。クオン、ありがとうございます。生じゃないし、男なんよ、クオン。男なんよね。なんだこれは、なんだこれは、誰だ。いや、見た感じでエルフなんよ。で、髪色が青、ベルエンゼルしか思い浮かばねえ。髪色が青、そんなんいたっけ。やべえ、これ無理だ。絶対わからん。ちょっとヒントをいただきます。お姉ちゃん？お姉ちゃんって言うと、ロイヤルのシズルしか思いつかないんだけど、こんなんだったっけ。まあ、じゃあシズルでいきます。わあ、シズルだ、こんなんだったんだ。全然ロイヤルとは思わなかったわ。え、めちゃめちゃエルフじゃん、こいつ。確かにね、エルフでね、こんなにね、ニーハイ的なやつ履いてるやついないんだよね。多分。いや、いいものを拝ましてもらいました。あ、これはドロシーだよ。これって、ドロシーって意外と、いい足してんのな。え、これマジでいいな。膝枕されて。でも、杖で空飛んでるってことはいつも、この辺に、まあ、ドロシーですね。はい、よかったです。いや、意外とちょろいんじゃないの？もう40っていっちゃうんじゃない？これはモロじゃないの？この機械感モロでしょう。モロでいきます。いやー、合ってましたね。これは、アリス。時計がね、大ヒントですね。生じゃないんだよな。まあまあ、許しましょう、アリスちゃん。泣きそう、頑張って耐えて、おいおい。トラウマを思い出してんじゃねえよ。はい、アリスということで、意外とちっちゃいんだな、アリスちゃん。可愛いんだな、今見ると。昔はもうさ、見るだけでちょっとぶん殴りそうになってたぐらいだからさ、あまりこのカードのイラストを、じろりじろりと見ることはなかったんだけど、いざ舐め回すように見ると結構可愛いもんがあるんだね。これはリンゴンだな。鈴がヒントすぎた。これはベルエンジェルでございます。いや、ベルエンジェルの生足を拝むのってさ、普通に犯罪だよな。すいません、次に行きます。僕捕まりたくないんで。難易度アップ。今までのは恥ずかりヒントなし全問正解だよね。ごめんなさい、1問ヒント使いました。すいません。あー、これなんだっけ。これビーストドミネーターとかじゃない？違うかな、名前がわかんないんだよね。これビーストドミネーターっぽいビーストいるし。おー、あしょ。あし、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。いや、でもね、クマが映ってなかったら結構怪しかったね。クマの印象結構強かったんで、次行きます。カード。もはや足じゃないよな。足じゃなくてカードの読みしてるもん。カード系が関係してくるっていうと、運命の神々系のカードなんじゃないかなって思うんだよね。
いや、あれで女性キャラって誰がいた？わからんわからん。リンクルしかわかんないけど、絶対違う、絶対違う。ヒントをください。式神かざしろとか出す。名前はクラシカル。あー、なんだっけなんだっけなんだっけ、クラシカル、クラシカル。あのね、スペベルコース下がった気がするでしょ。ごめん、わかんねえわ、これ。クラシカルソーサラ。うわー、かわいい。こんなかわいかったんだ。俺、無心で使ってたよ。お見それしました。これはこれはグレアとかじゃない。こんなんじゃない、グレアって。いや、後ろ氷なんだよな。いや、わからんわからんわからん。グレアじゃないのか、これ。これグレアじゃないのか。ちょっと待って、あと5しかない。まずい。ちょっと確実に1ポイントヒントください。バンプラの？バンプラの？バンプラの？わからん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 。誰だ？バンプラ誰だ？いや、わからん。極限のデーモンなんだ。思ったより胴体長えな、これ。もうちょっと幼い感じのを想像してたんだけど、意外とお姉さんだったわ。足あたり見たらもうちょっとロリくらい。次行きましょう。あ、これは簡単ですよ。これデーモンイーターでしょ。別にデーモンイーターの足をどうこう見たことはないけど、この色合いといいね、この背景がちょっと覚えてるんだよね。これは多分ね、デーモンイーターじゃないかな。おしゃ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 。かわいいな。ちょっとデーモンイーターいいな、押せる。あ、ラスト3問ね。でもこれプラス3点ずつもらえるんで、ヒントありでも正解しちゃえば全部で12点もらえるんでしょう。いや、余裕よ。余裕よ、マジで。全問行きましょう。なんだこれは。なんだこれは。天使系のカードか、ビショップのカードやな。てかめっちゃいいな。足良すぎん？やば、足。食べたい。なんとかいうシリーズじゃないかな。違うのかな。いや、でも座ってるのが、リリエルぐらいしか想像できないんだけど、多分こんな体勢じゃなかったはず。もっとね、メスガキの生意気なポージングしてるはずなんだよ。ちょっとヒントお願いします。あー、やっぱ美女か。美女で座ってるやつって誰だ？いや、でもなんかすげえね、低コストなイメージがある、勝手に。そんでもって後ろに十字架があるから、なんか教会系のカードなんだろうね。美女で足って言ったら、機械腕の祈り手しか全然思いつかないんだけど。あれもいいよな、足エッジで。むしゃぶりつきたいです。いや、わからんわからん。古い方のリテュエル。誰だ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 。足だけで選んだら 100%。 ちょっと効果見ましょう。調べて。正常の治療師。4コスもあるんだ。4コス33。ファンファーレ相手のリーダーか自分のフォロワー1体を2回復。エンハンス6。自分のリーダーか自分のフォロワー1体ではなく、自分のリーダーと自分のフォロワー全てを2回復。いつのカードこれ。何世紀前のカードだこれ。先が思いやられんだ。1問ぐらい正解したいね。待って、これわかるぞ。これわかるぞ。これわかるぞ。あんね。ネクロがバンプ。多分ネクロだな、この感じ。で、まあまあコスト高いくせに、ネクロマンスも使うんよ。リもね、効果しょぼいんよ。なんだっけな、なんだっけな、なんとか、なんとか、なんとかクール、なんとかクルスみたいな。でもね、ゴモスとかそんな感じなんだよね。ヒントでわかるか、これ。多分オルクスだ。これオルクスだ。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいけど、ほとんどヒントのおかげ。何？男やん。男の子ですか？いや、でもこれこそなんとかエルの類だと思うんだよね。さすがにニュートラルでしょう。なんとかエルシリーズに男いたか？いや、違うのか。ヒントいただきましょう。アクセラ2でランダム3ダメニュートラル。そういうと出てくんのってピアッシングエンジェルなんだけど。なんかもうちょっと A ポップじゃなかった？なんかこんなさ、綺麗系な絵じゃなかった気がするんだよね。そうなのかな。でも他に思いつかねえ。こんなんじゃなかった気がするんだけど。あいつってアクセラで3ダメージじゃなかったっけ。まあいいや、他に手がかりないんで、ピアッシングエンジェルで。おお、すげえ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 。あ、こんなんだった。そう、こんなんだったんだよ。どうしてもさ、この顔の方のあたりの印象が強くてさ、なんか細かく書き込まれてるってよりかは、ポップな感じのようなイメージがあったから。こんなんだったんだ。初めて知りました。はい。ということで、結果は54点ということで、見事ボーダーの40点クリアでございます。ありがとうございます。いや、でも、シャドバの絵って、こんなまじまじと見ることあんまりなかったんで、すごい楽しかったです。ご提供いただいた焼き鳥さん、ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。